今日は2017年12月4日1時8分、朝日新聞の一面には、残業時間の上限、労使協定を225社調べたところ、その過半数が過労死ラインである月80時間を超えていたんですね。どういうことかというとですね、当初一部上場の225社を調べたところですよ、その半分以上が労働組合と会社の協定で、サブログ協定というのがあるんですけども、それで、過労死ラインとされる月80時間を超えていた、2面に、企業がずらーっと並んでましてね、関西電力、日本タバコ産業は140時間だね、大成建設150時間、IHI 150時間、東芝が130時間、すごいね。だ100時間超えてるとね、もういっぱいですよね。100時間超えて130時間とか150時間。例えば100時間、月100時間ってことはですよ、20日働くとして1日5時間ってことだね。150時間ってことは7時間、7時間ですか。残業がですよ、毎日毎日。毎日5時間とか7時間とか働いていいですよというふうに労働組合が認めているって言うんですよね。で、労働組合がちゃんと認めた場合にはですよ、こうやって超えてもいいんだって話なんですよね。今の法律ではサブログ協定というのが、労働基準法ですかに認められていて、労働組合と企業がこの協定を結んで月何時間まで働いていいんだというふうに決めた場合には、それでいいんだと、働かしていいんだというふうになってる。そしてその現実たるやですよ、過労死ラインとされる80時間どころかですよ、100時間150時間という企業が軒並みあるという話ですわね。恐ろしい話ですよ。だから私は常に言ってるんですけども、こういうね、いわゆる雇用労働組合というものの存在が、働く者を守るどころか、働く者を非常にひどい目に遭わしているということをずっと言い続けてるんですよね。本来は労働組合というのは、会社が働く人に対して不当なことをやったり、働かせすぎたりした場合に、守る役目をしなければいけない。だから基本的には、企業側と対立して労働者の権利を守るという姿勢が、なければ意味がないですよね。それがないんだったら別に労働組合というものじゃなくて総務課でいいんですよ。ところが実際の労働組合というのは、企業側が望む人間を選んで、それらに役員をやらせる、いわゆる雇用労働組合化してる企業が大部分で、中にはそういう組合では自分たちの権利が守れないということで、企業の中に別の組合を作って、第二組合と呼ばれる組合を作って、自分たちで運営しているところがあるけれども、大抵そういうところは差別されてるんだよね。ひどい目に遭ってる。で、連合に属している組合の大半がですよ、いわゆるこういう雇用労働組合ですよね。で、私は思うんだけどね、こういう会社からいわば任命されてですよ、会社の息のかかった人間によって構成されているような労働組合は、本来の労働組合としての役目を果たしていないということが、この調査でも明らかになってるわけですよね。組合が会社と結ぶ協定自体が労働者の健康を守れない、100時間とか残業時間を100時間とか認めるようなとんでもない数字になっていて、そしてそれによって実際に過労死が起きてるわけですよ。ですから私はこういう労働組合の存在というものをね、認めないような方向にしていかなければいけない。簡単ではないと思いますけれどね。
組合の役員選挙に会社が介入して、会社がお前組合の役員やれやというふうなことをやっちゃいけないというふうな法律をちゃんと作らなきゃいけない。会社が組合の役員選挙に介入してはいけないという法律を作らなければいけない。私はそう思いますけどね。で、会社が組合役員選挙に介入した場合にはその選挙は無効とするみたいなものを作ってですよ、厳しく取り締まっていかなければ、現実的には今のいわゆる御用労働組合があって、企業と対立して労働者の権利を守るなんていうことが全然起きなくなって、労使協調路線といえば聞こえがいいわけですけれどもですよ、全く労働組合を、労働組合に属している組合員を企業の働かせすぎから守るようなことができない。あるいは思想弾圧のようなね、思想統制のような市民運動に参加したりしたら、それによって嫌がらせをやったり差別したりするようなこと、それを企業にやめさせるような人権侵害ですよ、企業による人権侵害をやめさせるようなことをその組合がやらない、もうそういう現状が続くのは当たり前ですわね。そう思いますよね。だから具体的にですよ、まずその政治家たちがね、まあその政治家というのが今の雇用労働組合から支援を受けて組合を維持しているほとんどところがほとんどですわね。共産党を除くぐらいですか、ほとんどのところがいわゆる雇用労働組合から支援されて、自民党以外はね、連合から支援を受けて役員、政治家としての地位を守っているような人たちが大半だから、そういう人たちにやらせるのは大変だけれども、しかしそれをやらない限り私はダメだと思うね。法律を見直すなり何なりしてですよ、制度を見直すなりしてですよ、労働組合の選挙に会社が介入してはいけない。まあ難しいですけどね、それを介入したということを証明するというのは難しくて、しかしね、やろうとすればまず文言で歌うところから始めるんですかね。今言ったように組合の役員選挙に会社が介入してはいけない、会社が介入して、選挙に介入した場合にはその選挙は無効にするみたいなものを作って、完全に会社と独立した形で組合が運営されるようなものにしなければいけないと思いますわね。まあ、そういうことがされてなくて、今の現実として労働組合ばかりだから、今の組合の組織率というのも非常に低くなってしまっている、まあ、そう思いますわね。中根です。
ということで今日はこれぐらいしておきます。